スレンドラ・ビィクラム・シャハは、ネパール王国の第六代君主、第五代君主ラジェンドラ・ビィクラム・シャハの息子。1829年10月20日、ネパール王、ラジェンドラ・ビィクラム・シャハの息子として生まれた。若い頃は、素行不良であり、様々な問題を起こした。そのため、1842年に、重心、市民、軍などが集結し、その統治権停止を、不王。 ラジェンドラに求めた。困惑した父は、第二世ヒラージャ、ラクシミーデビーに全権を移譲し、数年にわたる権力闘争が続いた。1847年、スレンドラは、不王がその王妃と共に、最小ジャンガ、バハドルクンワルに、インドに追放された後、即位した。スレンドラは、すべての実権を奪われ、一生、ラナの区物として過ごす。 スレンドラの息子トライローキャービクラムシャハは、ジャンガバハズルラナの二人の娘と結婚する。トライローキャーは弟、ナレンドラ王子や、ハンラナ勢力と共に王権を取り戻そうと、計画したが、1878年に休止した。1881年5月17日、スレンドラが崩御すると、孫でトライローキャーの息子プリトビビールビクラムシャハが、王位を継承した。 ありがとうございます。